今回のドライブはですね、もう少し行くと田上小学校というあたりからの出発になります。ちょうどあれですね、正面に見えてるのが田上小学校の校舎ですね。今日は日曜日です。朝の9時9分、今日はですね、選挙が行われてますがよ。で、ここも今ちょっと見たんだけども、なんだろう、校庭にね、テントが張ってありました。もしかするとあれかも、その選挙用のあれかもしれませんね。わかりませんよ、これは私の推測。もう雨の心配はなさそうですね。道路脇にはこう水たまりがあるようですけど、日曜日の9時過ぎっていうのはまだあれですね、外出動向っていう時間帯じゃないのかもしれませんね。ここ右折します。そしてまた右折。自分が思ってた道とちょっと違いましたから。ここはずっと一方通行なんですね。さっきのところを引き返したっていう感じになってましたね。なってきましたね。ここを左折しますね。こういうところをくぐるの好きですよ。はい、ここ右折します。スラロームするつもりじゃなかったんだけども、そんな形になりましたね。ここを右に行きます。あれですね、せっかくこういうふうにここいわゆるスラロームという形になったから、実際スラロームしてみましょうかね。思いつくままに。はい、左上見えるのは城山、城山じゃなかったの、上野城ですからね、お城。大きく見えますよね、遠くからでもですね、大きく見えますよ。まっすぐですね。川
児島の場合は、まあ、今から田亀団地とか紫原団地の方に行くんですけど、これぐらいのですね勾配の坂があるんですよ。たまに急勾配っていうのがありますけど、それはねもう昔の道路であって、普通のいわゆる団地につながる坂、坂っていうのはこれぐらいが多いですよ。右側に行っときますからね。この交差点を右に行けば田上団地ですね。そしてですね、次のこの信号を左に行くと田上台。ちょうどほら右手に見えるのが田上団地ですね。そして今この道路に書いてあったと思うんですけど、次の信号を左に行けば紫原方面って書いてありますね。紫原止まります。この左側にコープ鹿児島がありますけど、これはですね、コープ鹿児島田上店ってなってますがよ。ここにほら今書いてあったでしょう。だけどあの信号はね、紫原北口なんです。バル団地入り口、いやちょっとねそこははっきりありませんけど、要するに紫原っていう名前が頭についてるんですけどもね。これねやっぱりチャプターを作れることによってね覚えましたがよ。はい、ここからですね右に行きます。普通はこういうコースは取りませんけどね、右に行きます。はい、そうするとすぐ田上広木トンネルっていうのがあります。昔はこれはなかったですからね、これのおかげでねスーッて行けるようになったんですよ。ここあたりは団地とは言わないんでしょうね。ここからですね、私が普通はこのルートは通りませんって言ったのは、これはもうわざわざ通るルートですね。やるんだ、この道は通りますよ。この道は通るんだけど、これから左に行くんですけど、そこはね、そこを言うんですね、強引ルート、まあ、こっちからこう行って、その道を通ったことなかったですからね。普通はね、このまままっすぐ行くんですけど、今日はね、ここ左に行きます。星ヶ峰桜ヶ丘薄木って書いてありますでしょう。はい、こういうね、わざわざね、遠回りをしてみました。というのが、結構この道はですね、なんだかな、近道っていうか、西郷団地の方からですね、抜ける道なんですけども、貨物便の方なんかもここを抜けると早いからっていうのを知ってらっしゃると思うんですけど、時間によってはね、時間帯によってはね、結構混む時があるみたいですよ。でね、あれが勾配が急、結構急ですよ。雪が降った日なんかとてもじゃないけど私は通れない。はい、ここで一旦停止して右折していきます。この交差点がね、混むの、この信号とのね、あれがうまくいかないとね。
はい、次はね、この交差点抜けて右折、おお、柿がなってますね。色づいてきたと言うべきかな。バス停は広木農協前ってなってましたがよ。ああ、もう田んぼはほとんど稲は刈られてますね。今年はあれだった。ちょうど黄金の花が咲く田んぼにね、黄金の咲く頃にはちょうどね、仕事がね、詰まってて行けなかったけども、来年は行きますからね。黄色い花が咲いてると思ったら、咲いた川立ちそうだったです。あ、この辺ちょっと左振ってみましょうかね。あ、ちなみに今日のカメラはですね、GoPro 9です。GoPro 9の前ですね、カーブで映像が触れるっていうか、ふわーってなることがないんですよ。で、それと、振動に結構強いですからね。はい、ちょっと戻しますね。まあ、鹿児島の繁華街のを走るのもいいけど、たまにはね、やっぱりこういった原風景的なですよ、のもいいですよね。なんかこういうところを走るとね、なんかね、ホッとします。まずこの道路が曲がりくれてるところがいいですよね。ほんとも昔からの道路なんでしょうよ。で、生活感があるでしょう。それとほら、この畑なんかにちょこちょこっとしたこの季節の花が植えてやったりですよ。掲示板があったりですね。で、今は人がいなくなった、その多分今のところの昔は家が建ってたと思うんですよ、水族ね。で、そこにがもうこういわゆる藪みたいになっててっていう感じですね。ここはね、多分ね、下に川があるんだけど、この川も歩くと結構面白いかもしれない。私がこういつも昆虫がいない、昆虫がいないって言うけど、案外こういうところにいるかもしれませんよね。ただ道端で見ませんね。蝶々がほら、今までずっとこう通ってきたけど、蝶々とかそういう、昔はいっぱいいたんですけどね、それがね、見えないですもんね。ここね、広木駅右に行くと、あ、行ってみましょうか。広木駅を知らない人も結構いますからね。ここ行ったんで右に行きますよ。ここカメラをちょっと左側に振っときますからね。ちょっとね、ロータリーを回るんだけど、ちょっと見えづらいんですよね。はい、ここを左折しますね。ここの駐車場には結構止まってますね。
はい、カメラをちょっと右に振っていますね。これで少し見えますかね。広木駅。はい。そしてですね、このもう左右そうなんですけど、星ヶ峰ニュータウン、まだ団地は見えませんけどね。ちょっと右に行ってみましょうか。右に、これは団地の周りをずっと回る道路になりますけど、走りやすいですよ。どっかからか左に入ってみましょうね。もうここはずっと信号がなかったんじゃないっけ。どっから入ろうかな。ここから入ってみましょうか。星ヶ峰二丁目の諏訪酒店を左折しています。あ、ちょうどここでよかった。で、どっちだ？どっちだ？どっちだ？左折しますね。いいのっけ？左折でよかったのっけ？いや、ここにね、花銀が見えたからですね。はい、右の方はね、なんとか公園って言ってね、セミの季節にね、セミのシャン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 ってを聞きながら撮るとよかいいかもっていうあれですがよ。っていうことは最初の道を曲がったらここに来たわけか。あ、ここから右折ですね。ですね、まっすぐ。あれは自分が思ってたイメージしてた道とはちょっと違いましたがよ。どこけ？ここ左に行っていますね。あ、違いました。自分がイメージしたあれとは違いましたけどもね。まあいいですがね。たまにはこういうこともあって、あんまり完璧にスー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 行かないところが私のいいところだと思ってください。なんかこう空の高い団地ですね。前の方には向こうに見えるのも、あそこもあるですよね。星ヶ峰ニュータウンのあれなんでしょうけど。はい、ここのガソリン屋も結構安いですからね。はい、ということで
今回のドライブはこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。